おはようございます。ドラ旅です。大分県の臼杵から始まった大分縦断の旅の3日目の朝です。朝のクロワッサンってなんでこんな美味しいんでしょうね。今日は別府から着き肘へと行きます。特に城下町は楽しみです。後で木付きテラスに行くので少なめの朝食です。まずは海卵に行きましょう。動物に癒されようと思います。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方は高評価とチャンネル登録をお願いします。向かい側の高崎山動物園は小学校のバス遠足で行った記憶があります。今はですね、初のメスのボスザルがいるようです。相当強いらしいですよ。ここと福岡県のマリンワールド、それから島根県のアクアスは好きな水族館です。ウミタマゴは見ての通り水槽がきれい。スタッフさんの努力は並大抵ではないと感じます。海に接していて海風が気持ちいい。ちょうどイルカのショーが始まりました。癒されましたね。ウミタマゴ楽しかったです。飼育員さんのお話では水族館は午前中がおすすめです。人間と一緒で動物たちも朝が一番キレッキレだからですね。次は着付きまで
長いドライブをしましょう。着いたのはキツキテラスという海鮮バーベキューのお店。リスナーさんからのおすすめで、ここは最高のお店でした。どれも新鮮で美味しそう。お腹いっぱい食べていきましょう。目と鼻の先の森江湾の養殖業者から直接仕入れた牡蠣を使っています。キツキの牡蠣の特徴は大きさと食べ応え。牡蠣は通常出荷まで 2,3 年を要するそうですが、森江湾の牡蠣は1年で立派に成長します。しかも火を通しても小さくなりにくく味が濃いという魅力があります。濃厚な旨味がぐわっと広がる感じですね。可能ならお酒をいただきたいですな。全部美味しかった。お店から見える森江湾の景色が爽快ですね。キツキの牡蠣、美味でした。の城下町にやってきました。道を教えていただいたので早速見ていきましょう。
最初に見えたのは武家屋敷でした。静かに通り抜けていく風が心地いい。坂の下は商人の通り、それを登っていくとまた武家屋敷。このような城下町の作りは全国探してもここだけのようです。江戸時代にタイムスリップした感じですね。坂道の上り下りが難しい方であっても駐車場がたくさんありますので、車で各所を回っても十分楽しめると思います。先ほど見えた海と断崖に囲まれたお城、杵築城に行きましょう。歩いて行くのは大変なので、車で移動した方がいいですね。杵築の城下町は情緒たっぷりで素晴らしかったです。実際に歩くとその時代に没入できました。日本一の城下町と呼ぶ研究家も多いそうです。こちらは日本で一番小さなお城、中は資料館のようになっていて、天守からの海と城下町の眺望が最高でした。御城印も忘れずですね。ありがとうございます。楽に天守まで行けるのもいいですね。に行った時は日稲巡りというお祭りをしていたので、それに参加しました。スタンプを集めていざ応募しようとした時に筆記用具がないことに気づいたんですね。そこでペンを借りようとたまたま入った苫屋さんというお店がびっくりするほどの老舗でした。私と喋りながらお茶を召し上がるところが出ますんで。本当だ。はい、そうなんですよ。で、こっちに、
28日夜8時から1時間です。裏にあれかな、スケジュール、あ、ここありますね。これが撮影の依頼スケジュールなんで、ここに日にちが書いてあります。いいでしょ、達筆で、マジックを出ししたら、はい、思わず買ってしまった。この特徴的なモナカは甘さ控えめで美味でしたね。急な訪問にもかかわらず心よくご対応いただきありがとうございました。着いたのは肘城跡です。学校の間を抜けていきます。本当にこの先に城跡があるのかなと思いながら下り坂を下るとありました。城跡から見える別府湾が本当に素晴らしい眺めでした。城の設計は細川忠興、石垣の構築は築城の名手あの利右衛門。別府湾だけでなく石垣も見事です。近くにはあの二階堂さんの酒造もあります。時間があれば行ってみたかったですね。滝蓮太郎の銅像がありました。お父さんの出身地が肘なんですね。岡城跡の銅像と同じ形をしていました。肘城跡もリスナーさんからのおすすめでした。聞いてなかったらきっと来てなかったと思います。ありがとうございました。今度来た時は肘をゆっくり見て回りたいですね。帰りに温泉に入ろうと思って来たのがこちら、コスタデルソル肘。明るい時だと別府湾が一望できる温泉付きコテージです。これ外から丸見えなんでしょうね。海がすぐそこにあります。気持ちよかったですね。少し塩分がある肘の温泉はいつまでも温かい。疲れた体が癒されました。
臼杵から始まった大分縦断の旅はいかがでしたでしょうか。行ったことがない場所に行って、経験したことがない体験をして、感じたことがない空気を感じ、知らなかったことを肌で覚えて、人生にまた一つの思い出ができました。大分の皆さん、ありがとうございました。別府だけじゃなく、南の臼杵や佐賀の関の旅、北の肘や木付の旅は、特に城下町が好きな方はきっと楽しめると思います。次はもっと南だったり、国東半島も行ってみたいですね。この動画が良かったと感じたら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと、大分県のここに行ってほしいなどコメントもいただけると嬉しいです。旅はやっぱりいいですね。それでは次の旅でお会いしましょう。